原発事故から5年、そして私たち福島原発国訴団の告訴から4年の月日が費やされましたが、現実に起訴状が出されて、そして裁判が開かれるということに感無量です。今も困難と悲しみの中にある何十万人にも及ぶ原発事故の被害者たちにとって大きな励みになると思います。私たちは1月30日に福島原発刑事訴訟支援団、このリーフレットのものですけれども、これを結成しました。で、この1ヶ月の間に約1000人以上の方々が登録をしてくれています。被害者はもとよりたくさんの市民がこの責任追及に大きな関心を寄せています。そして口々に誰も原発事故の責任を取っていないことはおかしなことだと言っています。これからも会員を拡大して多くの市民でこの裁判を見つめていこうと思っています。そして大変な役目を引き受けてくださった指定弁護士の皆さんに心から感謝しています。この裁判で私たちがまだ知らない新たな原発事故の真実が明らかにされて、そして責任を取るべき被告人たちに公正な判決が下されることを私は信じています。以上です。控訴事実の要旨はですね、検診の議決からすれば、予測範囲内のものだとは思うんですけれども、非常に簡明というか分かりやすい内容になっていると思います。基本的にですね、小名浜の工事基準面から10メートル、OP プラス10メートルの高さの敷地を超える津波が襲来して、その津波が同発電所の非常用電源設備などがあるタービン建屋等に侵入することなどにより、同発電所の電源が失われ、非常用電源設備や冷却設備等の機能が喪失し、原子炉の炉心に損傷を与え、ガス爆発などの事故が発生する可能性があることを予見できたということをはっきり述べている。そしてそのためには10メートル盤を超える津波の襲来によってタービン建屋等が浸水し、炉心損傷等によるガス爆発等の事故が発生することがないように防護措置などその他適切な措置、ここは防護措置と適切な措置というのが並べられていてですね、物理的に防護するだけではなくて原子炉を止めておくという選択肢もあったという意味だろうと思います。これを未然に防止すべき業務上の注意義務があったのにこれを怠り、で防護措置などその他適切な措置を講ずることなく、同発電所の運転を停止しないまま、漫然と運転を継続した過失によって、事故を、引き起こしたんだと。この事故は、第一義的にはですね、東京電力の責任を、東京電力とその役員の責任を追及する訴訟ではありますけれども、この裁判の過程で明らかになってくる事実によってですね、政府、そして政府事故調査委員会、そして検察庁がどのような事実、どのような証拠を握りつぶしてきたのかということがですね、次々に明らかになっていく、そういう訴訟になるのではないかと思います。真相究明なんかされちゃって、いかに原子力村が手抜きをして、いかに国民の安全を考えていなかったかということは、それは今も考えていないということにつながりますからね。で、原発は危険でやめた方がいいということにつながるから、とにかく真相を明らかにしたくない、忘れさせたい、隠蔽したいっていうインパクトがもう今海道氏が言ったように11年の8月以降特に顕著に働き続けて、でそれがもう全部1ミリシーベルトは何の根拠もないとか、某大臣の発言がもっとその前に、その今放射能は大した原発は安全だっていうことと合わせてですね、今彼らがキャンペーンしているのは放射能っていうのは大したことない、そんなに怖くないっていうキャンペーンが今ドーッと出てきてるわけですけど、それに全部つながっててですね、要するに真相究明しない、福島原発事故のことはなるべく早く忘れさせる、そして再稼働、とにかく原発をもう一回再稼働していくっていう、そういうのに全部つながってるんです。だから僕たちはこの戦いっていうのは真相究明にする戦いっていうのは正義を貫くための戦いであると同時に、正義を貫くことによってまた真相を明らかにすることによって原発再稼働の流れを止めることになる。もうそれは
本当にコインの裏表で同じことだっていうふうに考えて、そういうことですよね。被害者たちがですね、本当の意味で救済されているとは私は思えないんですね。で、先ほど川先生がおっしゃったように、どんどんその放射能の安全神話などがまた再度流布されていって、そして被害者はいないんだっていう方向にこの国はしたい、原子力村もしたいんじゃないかと思っています。で、そういう意味でも今回ですね、この裁判によってきちんと責任が追及される、その意味は非常に大きいと思います。被害者たちの救済にもつながっていくのではないかと思っています。